格好かわいいや。ルーティ EB70 の速攻充電ですが、ここに置いています。 DC ケーブルが72センチと結構短いんで、 N 番の2室のシガーソケットから充電しています。で、N 番にからあるフックのところにバイシクルロープをで固定しています。ルーティEB70 を注文したときに、このミニクッカチョコット家電も注文しました。チョコット家電、贅沢鍋ハンドグリル、用具の説明書です。保証書、ゴッドカーテン、プレートにガラス蓋がついています。これが、これかわいいな。鍋、
初めて使用する前にちょこっとガーデンのプレートを水拭きします。このフライパンが取っ手がこう曲がってるんだけど、これが正しいのかちょっと疑問です。ゴッド家電の消費電力が260W です。かっこかわいいな。今回は今まで使ったクッカーに水を入れて沸騰させたいと思います。450ml ぐらい沸かしたいと思います。天ぷらそばをかけたいと思います。450ml の水を沸騰させるのにちょこっとガーデン消費電力 260W で20分かかりました。あのサーモスタットで高温になると電源が切れて、また冷えると入るんで、まあ、10分ぐらい、通電した時間は10分ぐらいだと思います。カップ天ぷらそばができました。